ローディングエプロン、広島空港徒歩でエプロンを移動して登場する乗客エプロンとは、飛行場の中で乗員、乗客の乗降、貨物の積み下ろし、燃料の補給、簡易な点検整備などのために航空機を駐機する場所のことである。滑走路のそばに併設され、滑走路とは誘導路で連絡される。現代の定期航空機運航に用いられる飛行場では、 コンクリート舗装されていることが多い。航空自衛隊などが開催する航空ショーではエプロンの大部分が観客に開放され実質的な観客席となる。使用用途によっていくつかに分けられる。エプロンの中で個別の航空機を中期するために特に定められた領域をスポットと呼ぶ。それぞれのスポットには番号が与えられている。以下の種類に分けられる。なお、 中期場のことをスポットと呼ぶのは日本などの少数の国に限られており、英語のスポットには中期場の用例はない。通常、日本でスポットと呼ばれるものはゲートないしはエプロンと呼ばれている。広島空港の固定スポットハットイエヌ、スポット、ハットイエヌ、ゲートイエヌ、エアポートエプロン。ありがとうございます。